セレッソ大阪、セレッソ大阪、セレッソ大阪、セレッソ大阪は、日本の大阪府大阪市、堺市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟する、プロサッカークラブ。セレッソとはスペイン語で桜を指す語。1957年創部の、ヤンマーディーゼルサッカー部が前身となり、1995年に J リーグへ加盟した。 ホームスタジアムはヤンマースタジアム長い及び緊張スタジアムである。チーム名のセレッソはスペイン語で桜という意味。桜は大阪の主義であり、大阪市全体を、そして日本を代表するチームになるよう願いが込められている。ホームタウンは加盟当初より2013年までは大阪市だけであったが、2014年に堺市が追加された。 マスコットは、狼の、ノブレ・バリエンター・チェ・ロビート・デ・セレッソ、愛称ロビー。高貴で勇敢な、優勝あるセレッソ家の狼の息子という意味がある。2008年より、ロビーの母親として、エレガンテ・エスプレンディダ・マダマ・ロビーナ・デ・セレッソ、愛称マダム・ロビーな、優雅で華麗な、優勝あるセレッソ家の、狼の霊婦人という意味が加わった。なお、ガンバ・大阪などと区別するため、 セオ阪、サ大阪、ー,大阪ーは、セレッソの頭文字などと略記される。前身は1957年創部のヤンマーディーゼルサッカー部。日本サッカーリーグ、JSL で4回、JSL カップで2回、天皇杯で3回それぞれ優勝した。J1 リーグ、J2 リーグ、アジアサッカー連盟、AFC、J リーグカップ、その他。 ホームスタジアムは、緊張スタジアム及びヤンマースタジアム長いである。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムは、セレッソ大阪の年度別成績一覧、年度別入場者数を参照のこと。2015年9月29日、緊張スタの育成型複合スタジアム化計画、セレッソの森スタジアム構想を発表。収容人員を4万人規模に拡大し、 現在の収容が17,892人だが、回収後は26,000人規模のスタジアムになる予定だ。回収費は約50億円を想定している。公費の一部は募金で賄う予定。2017年頃から着工し、2021年の間に完成を目指すとしている。完成後は、ホームスタジアムを緊張したのみに完全移行する方針。 トップチームのトレーニングは2013年から、舞島スポーツアイランドのセレッソ大阪スポーツクラブクラブハウスグラウンドを使用している。この練習場は既存の舞島球技場を大阪市から賃貸し、天然芝科やクラブハウスの新設などしたもので、天然芝2面、新設の人工芝1面があり、下部組織チームも使用している。 なお、2012年まで練習場として使用していた、南、つもり桜公園スポーツ広場は、セレッソ大半海レディスやアカデミーが使用している。また2010年以降は、毎年9月中旬から約1ヶ月間行う、天然芝の養生期間に、限り J グリーン酒を使用することもある。以前は、舞島島内北部にあった旧、舞島グラウンド、現在の施設とは別の場所。 2104月閉鎖や、ヶ崎市のヤンマーグラウンド、現在は、下部組織チームが使用も使用していた。セレッソ大阪 U-23、セレッソ大阪 U-23 は、2016年から J3 リーグ、J3 に参加する、セレッソ大阪所属の23歳以下の選手で構成される、サッカーチーム U-23 チーム、 2015年12月15日、J リーグの理事会において2016年シーズンより、J1J2 クラブの U-23 チームが J3 に参加することが発表され、初年度参加チームの一つとして承認された。タフな試合環境の中でトップチームを担う、次の才能を開花させるとの思いを込めて、サクラネクスト、サクラネクストという独自愛称が与えられている。 U-23 を育成の一番上のカテゴリー、もしくは育成とトップチームの間として位置づけ、トップチームと別に練習を行って、チームの育成を図っている。初年度の監督には、2014年シーズン途中から、トップチームの指揮を取り、2015年には、アカデミー U-18 の監督を務めた、大熊雄二が就任。また、初年度では、若手が、 トップチームに上がることが少なかったが、序盤戦にオーバーエージ枠で出場していた、清原翔平が、トップチームに這い上がった。大熊大成2年目。開幕戦では、瀬古歩夢夢、北明といった、高校1年生も選ばれ、平均年齢17歳で挑んだ。また、序盤こそは、選手の入れ替わりがあって苦しんだが、小野、沢俊樹、西本正隆が、トップに絡み、 ユースの小林人氏が試合を重ねて成長をした。大熊大成3年目。第3節から第12節にかけて10戦負けなし、5勝5分を記録し一時は2位にも入った。その後は2度の連敗もあって、順位を落とすが、第23節から第26節にかけて4連勝を記録するな。最終的には、チーム発足後初めて勝利数が、敗戦数を上回り、 順位も過去最高の7位でシーズンを終えた。個人では米沢玲ごもが得点ランク6位の12ゴールを記録する活躍を見せた。ユニフォームデザイン及びユニフォームのサプライヤーはトップチームと同じ。セレッソ大阪のアカデミーは各年代別日本代表にも多くの選手を輩出しており、アカデミー出身の柿谷陽一郎や山口蛍、タ大木原隆弘、 杉本健勇、南野匠らが日本代表に選ばれている。また、セレッソ大阪の育成組織である花坂クラブにも注目が向けられている。2016年から長期的な桜スペクタクルというクラブ哲学が発表され、アカデミーの名称をスペイン語でセレッサと呼ぶことになった。セレッソ大阪のアカデミーは年代別の選抜チームとして第二種。 高校生年代の U-18、第3種、中学生年代の U-15、西 U-15、和歌山 U-15、第4種、小学生年代の U-12 がある。これらは次のようなピラミッド構造を形成している。2009年には、レディース U-15、セレッソ、大阪レディースが設立され、2013年より、 なでしこリーグ2部総統のなでしこチャレンジリーグ参入を果たすなど、女子選手の育成にも力を入れている。花坂クラブは、セレッソ大阪の育成組織をサポートすることを目的に設立した育成サポートクラブ、個人協賛会で2007年に発足した。個人や団体などから年度ごとに会費を募り、合宿や遠征、練習試合、食事などの費用補助にする。 花坂クラブの会費は、クラブ運営費とは、完全に分けられ、育成組織の活動をサポートするためのみに、活用される。ユースを含めたすべての育成組織のチームは2012年より、セレッソ、大阪スポーツクラブが運営している。セレッソ大阪の決算は、次の通り、注釈、出店、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。